こちらです、ドン。北村弁護士が考える2021年令和3年の世界と日本となっております、うん、興味あるね、アメリカ時間そんなに大きく出ますびっくりしたもう北村先生ですからこれぐらいあれ盛らせてくださいよ北村先生わかりました、はい、アメリカ時間の1月20日日本時間の明後日大統領就任式が行われますね。いよいよ混迷を極めるアメリカ、そして膨張志向をやめない中国、新型コロナウイルスによる非常事態宣言の再発令で経済が疲弊する日本、本日は北村さんがツイッターなどで発信され重大な関心を寄せられている世界と日本のニュースについて、集中してご解説いただくとともに2021年一体どういう展開になるのか大胆予想をしていただきたいと存じます。では、ちょっと絞らせていただきました北村弁護士ご注目の重大ニュース、こちら3つですね。1、国家の分断、アメリカに新大統領をついに誕生というニュース、そして2、中国共産党の人権問題、3、これは言うまでもございませんね、日本国内進まない憲法改正と、なるほどね、あえて3つテーマ絞らせていただきましたが、まずは1、国家の分断、アメリカに新大統領誕生の問題から、参りますけれども、北村さんは一連 の, あの連邦議会の、ね、襲撃のニュースを含めてどうご覧になられましたでしょうか。いや、あの連邦議会の襲撃、これがもういきなりトランプさんが煽った、トランプが煽ったということになって大批判を浴びてますね、うん、日本のマスコミでも同じ論調であの批判してます、はい、でただですね、あの事件というのは常にその詳細を検討しないとわからないんで、起きた瞬間に本当にそうなのっていうのまず思いました、うん、でその後発表されたニュースでは、はい、あのまあ、左翼系の、大物が逮捕されてますね、あの襲撃で、はい、そんな、そんなあの、まあ、アンティファのような人たちが、トランプ支持者なわけないでしょっていうのが一部ありましたね、もちろんトランプ支持者もその中にいたかもしれないけれども、はい、それってどういうことでまず思ったのですね、あの事件を見てて一番ほくそ笑んだのは間違いなく中国、はあ、北朝鮮、うん、全体主義の国家からしたら民主主義は敵ですから、うん、ロシアもね、はい、ロシアも、うん、あの民主主義国家がああいうふうに分断されてて、選挙の結果あんなふうに国が分断されるなんて結局民主主義は間違ってますよねと、うん、やっぱり独裁が正しいんだと、はあ、いうふうに中国北朝鮮から見たら見えるんですよね、うん、そういうアピールってことはですよ、逆に考えると中国からしたらこれを仕掛ければ中国の国益になるわけですよね、はい、トランプも潰せるし、民主主義制度そのものにも疑問を与えることができる、だから中国の工作である可能性を本当に検討しなくていいんですかと、うん、もちろんこれはね、あの分かんないですよ、証拠がまだ分かりませんからね、ただあの大変な疑問があるのは、トランプがそのなんていうんですか、人種差別発言をしたとかいろんなことを言って、政府批判の暴動が起こりましたよね、つい最近ちょっと前に、ね、その時にもアンティファ大活躍してましたね、でその時は、アメリカのマスコミはこれをまさに支援するような方向で報道してました、うん、日本もアメリカ政府が悪いんだというような方向で一生懸命報道してました、うん、でそこの中心にどうもいたと思われるのがアンティファという無政府主義者集団、無政府主義者というのはこれ共産主義に通しますんでね、そのは共産主義というのは常に革命を起こすときに政府はダメなんだ、無政府主義者なんだ、こういう人たちをうまく使って革命を起こしてきました、で今回も、まあ、あの暴動もそうだったし、あ、ごめんなさい、その半年1年前のアメリカの暴動もそうだったし、はい、今回の議会の乱入も、あたかもトランプその支持者がみんなで行った暴動に見せられてますけど、本当なのかなと、その裏にその中国の工作がなかったのかなかったのかどうか、これ十分検討する必要があるんじゃないの、その一点の証拠としては、左翼主義者が逮捕されているということ、それがトランプ支持者であるはずはないということ、まあ、その辺ですかね、はいはい、ちょっとおさらいしてみましょうか。1月6日以降トランプ大統領への強まった圧力というのがいくつかありまして、こうなっております。トランプ大統領の弾劾訴追ですよね、
そしてツイッター社がついにトランプ大統領、ドナルド・トランプ氏個人のアカウントの永久停止を決めました。そしてアマゾンが保守系のね SNS と言われるパーラーに提供のサービスを停止、それからバイデン氏の当選に異議を唱えた議員への献金を停止と、そしてニューヨーク市はトランプ一族企業との契約解除ということで、まあ、数々の、ね、条件があるわけですが、でも、はい、このツイッター社の個人アカウント永久停止、それからアマゾンがパーラー、このパーラーというのもその SNS の進行のあれですね、はい、これに提供のサービス停止、この2つは完全にそのいわゆる言論に対する圧力ですよね、うん、不当な圧力ですよね、うん、まあ、完全封殺と言われてもね。そうなんですよ。でこれについてはさすがのね、あのトランプ嫌いのメルケルさんも、冗談じゃないと異議を唱えてましたよね、そんな寡占企業がね、はい、独占企業がその言論を弾圧するような行為をしていいはずがないと、何やってんだとこう言ってんですが、はい、日本やアメリカのマスコミはほとんどそれを言わないですね、うん、いやむしろこれは正しいというのはそういうコメンテーターもありましたね、むしろそういう応援するコメントになっちゃってますね、とんでもないですよね、その一人の発言を完全に吹いてしまうそういう流れをね、これはもう一つじゃなくて全体にこうその発言を全部吹いてしまうというね、これはもうちょっと全体主義につながりますよね。そうです。でこれ間違っちゃいけないのは、民間企業ってのは本来自由な活動が許されているわけなんで、はい、本来は民間企業は何をやっても犯罪に当たらない限り文句言われる筋合いはないんですが、ただ、ツイッターってのは本当に独占企業ですから、こういう独占企業が、まあ、多国間にわたった独占企業がやることっていうのは、個人の権利を侵害できるんですよね。はい。で今回は表現の自由をもう本当に弾圧できる、だから A という国が検閲という恐ろしいその言論弾圧をするよりもはるかに影響が大きいんですよ、だからこれは絶対に許さないっていうのがこれ正しいと僕は思ってるんですけどね、許されないっていうのが正しいっていうんですよ、ところがその本来これに対して最もヒステリックというか最もそのセンシティブに声を上げないといけないはずの日本のジャーナリストとかジャーナリズムはこれ結構黙ってますよね、あるいは人権派ね、本来はこれをものすごく怒らないというか、もうこれに対して声を上げないといけない人たちが、みんな黙ってますよね。恐ろしいことになりますよ。民間企業ってのはお金で動きますんで、例えば中国企業が資本をどんどん投入して寡占企業に中国政府、中国共産党に思うようなあの動きをさせようと思ったらいくらでもできますから、大変なことになりますからね、はい、これは恐ろしいですよ、まあ、このそして弾劾訴追ですけどね、弾劾訴追下院を通過しましたが、スケジュール的に1月20日の新大統領就任式までにこれ上院で可決することはできないわけですよね、つまり民主、この新政権は大統領ではなくなったトランプ氏を弾劾するということを狙っているのではないかと。そうですね、でこれ不思議なんですけど、現職にいない人は弾劾のしようがそもそもないはずですよね、そうなんです。弾劾っていうのはどういう制度かというと、もともとその高度に身分保障された、公の人ですね、高度に身分保障された人はごく限られた制度でしか罷免できない、はい、そのごく限られた制度っていうのが弾劾裁判なんですね、日本でいうと裁判官っていうのはその独立が高度に保障されているから、滅多なことでは罷免できません、でも民主的な手続きによって弾劾裁判だけで罷免できます、そういう話なんですね、で大統領も一緒です、アメリカ大統領も、で、そういう制度なので、例えば過去ので見ると、ニクソン大統領が、ウォーターゲート事件で弾劾訴追されそうになって辞任したんですね、で辞任したので弾劾裁判はやりませんでした、それはまあ当たり前ですよね、でだからアメリカの制度がどうなってるか私詳しく知らないんですけど、これでまさに、任期が切れても弾劾裁判やるようなこと言ってる、で報道を見るともっとびっくりしたのが、この弾劾裁判で有罪になると、政治活動がそもそも一切できなくなるような報道がなされてるんですよ。本当ですかと。弾劾裁判ってそこまでの効力があるの本当にと。でその報道にはですね、根拠が書かれてないんですよ。私が見る限りはですよ。だから根拠があったら教えてもらいたいんですけどね。
というのは、なんでそんなこと言うかというと、あのこれを狙ってる勢力っていうのは、はい、トランプが4年後に大統領選挙に出てきたら、また7000、今回7400万票ですか、7500万票近くを取ってますよね。で彼の人気を恐れてるわけですね。だからもう二度と立ち上がれないように、だこれいわばトランプ暗殺に近いんですよ。もう再チャレンジの目も徹底的に積むと。でそこまでヒステリックにやる意味ってどこにあるのと。民主主義っていうのは、そのまあ純粋な犯罪行為は別ですよ。でも犯罪行為っていうのは、あのトランプが大統領辞めれば、FBI なり何なり分かりませんけど、アメリカの司法組織が犯罪があればこれを立件できるわけですから、それは立件に任せればいいわけじゃないですか。それを弾劾裁判をやって政治生命を絶つっていうのはどういう意味があるのと、なぜっていうのは僕全然分かんないんですよ。そうですね、これは本当にもう想像にすぎませんけど、あの今北村先生おっしゃったように、もうとにかくそこまでしてトランプを潰したい、はい、でじゃあトランプはだ一体誰にどんな恨みを買ったかということですね。まあ、いろいろあります。あの例えば、まあ、よく言われるそのネットで言われるディープステープ、ディープステートと言われますが、はい、実際トランプさんはですね、もう多くの、いわゆる何ていうか、既得権をもうどんどん潰しましたね。突っ込みましたよね、はい、ですからそういう既得権を潰された連中の恨みはあるんですが、僕ねもう一つこれは想像にしてみませんけど、やっぱりね、ある某国がやっぱり、トランプさんはこの4年間の間ですね、その某国の覇権主義横暴に対してものすごい厳しく、その貿易制裁とかかなり厳しくやりましたね。やりましたね。だからね、トランプがもう一度復活したらものすごい困る国があるんですよね。だからそういう国の影響があるんじゃないかっていうのは相当感じますけどね。そして僕はだからさっき暗殺って言葉使いましたけど、僕はケネディ暗殺をどうしても思い出してしまうんですよ。あれは衝撃でした。で、まあ、オズワルド単独犯説が正しいかどうかは知りませんけど、まず違いますね、あれは。その後、その弟ですよね、ロバート・ケネディも暗殺されました。司法長官、よっぽどケネディに大統領やってもらっちゃ困るんだな、そういう勢力があるんだなというふうに、まあ、個人的には思いましたと、はい、で今回トランプさんをその暗殺するのはさすがにできないのかなと。むしろ暗殺よりも厳しい形で政治生命を絶つ、そういう決意をしている勢力がどっかにあるんだなと。並々ならぬものですね。外国かもしれないし、アメリカの内部かもしれないし、さっき調べてもらったんですけど、トランプ大統領というのはその就任直後にその大統領令の13775というのを交付してまして、その新しい規制を一つ導入するたびに既存の規制を二つ廃止するんだということを発表してるんですね。でつまり規制緩和をしている、で規制緩和っていうのは必ず既得権を奪ってきますんで、そりゃ痛みを受けた者たちが相当いるんだろうなと。でもう一個考え、一つの想定ですけどね、まあ、トランプが、まあ、大統領に就任して4年間一度も戦争しなかった大統領、これ初めての大統領と言われてるんだけども、戦争しないっていうのはそれだけで軍需産業には大きな痛手なんですよね、戦争っていうのは何百万ドルなのか何兆ドルなのかよく分かりませんけど、大変な額の、まあ、費用支出伴いますんで、ミサイル一つだけで何十億円ですからね。ですよね、軍需産業大変儲かるわけですけども、それをしなかった大統領、でしかもその各国からどっちかというと軍隊引き上げるぞという脅しをかけながらいろんなことをやってきた、下手したら NATO からもね、NATO に対しても脅しかけて、日本に対しても脅しかけて、結局米軍を引き上げるぞとやってきた、これほっといたらえらいことになるという軍事産業のその痛手の裏返しの可能性だってないことはないぞと。そうですね、これ本当にややこしいですね。最近出た情報の中で、オバマ前大統領はですね、アルカイダにこうかなり資本を出してたという、そういう情報が出ましたね。はい、でね、これはどういうことかと考えると、例えば先ほど今北村先生おっしゃったようなことを意味で考えると、
なんとなく分かるんですよね。つまり、アルカイダに資金提供するとですね、まあ、彼ら非常に積極的なテロ活動をしますよね。そうするとアメリカ軍を動かしやすいですよね。やっぱりこういわゆる戦争できやすいというかね。そうするとやっぱ軍需産業儲かるというような、まあ、これあくまでこう頭の中で僕が言っただけですけどね、巨大な利権ですからね、軍需産業ってのは、ちなみにこのバイデン氏の当選に連邦議会で異議を唱えた議員に対し、ホテルチェーン大手のマリオットインターナショナル、それから金融大手の JP モルガンチェイス、そしてフェイスブックなどは政治活動委員会と呼ばれる政治献金の受け皿の役目を果たす団体を通じた献金を停止し、政治献金そのものの見直しも行うということのようですね。これはですね、形式的には、民間企業がどこの議員にその献金しようが自由なんだということなんですよ、で本来はそこで終わる話なんですけども、ただその動きの背景を知りたいですね、そこまでやる意味あると、そこがね、大きな疑問ですね。そんな踏み絵、そうですね、バイデン氏に当然に異議を唱えた議員、これをもいわゆる、まあ、一種の迫害ですよね。というわけで、その連邦議会襲撃に関してですね、その捜査が進むにつれてさまざまなことが発覚してきたそうなんですが、それがこちらだそうです。どうぞ。FBI が100人以上逮捕、その中に左派活動家のジョン・サリバン容疑者がいたということなんですが、先ほどの話に出ましたね、これはですね、 BBC ニュースの報道によりますと、 FBI はこれまでに100人以上の容疑者を逮捕しており、その中にトランプ支持者や陰謀論者の中に極左集団の活動家ジョン・サリバン容疑者がいたと報じているということなんですが、極左集団がね、本当に何度も言いますけど、トランプの支持者のわけないんですよね。ありえない話なんですこれ。このジョン・サリバン容疑者ですが、ブラック・ライブズ・マター、いわゆるね、ブラック・ライブズ・マター BLM と呼ばれるこの運動の最も知名度の高いリーダーの一人だったということなんです。リーダーですか。これがその人物ですね、ジョン・サリバン容疑者。これご存知で。いや、この個人は知らないです。でもリーダーだったんですね。トランプ支持者による暴動というね、その一方的な決めつけなのではないかという指摘がありますが、でもしかもこれですよね、あのネットで出てる情報では、その議会に乱入するときに、その警察官側がバリケードを開けてわざわざ招き入れたという情報もありますよね。実際そういう動画も出てますね。動画も出てますよね。警官の側にも、ね、死者が出たというニュースもありましたけど、しかもトランプさんは少なくとも言葉の上では、少なくともですよ、平和的に、やりましょうと、で起こった後も、それはいかんよと、いうことを明確に言葉では少なくとも述べてますよね。だから先導したっていうのは、どこで先導してるのか明確に証拠を示してほしいなと。そうですね、先導のセリフあるいはそれをほのめかすことはないですよね、一切ね。いよいよその現地時間の明後日、バイデン氏の大統領就任式が行われるということで、全米50州そしてワシントン厳戒態勢になっているということなんですが、北村さん、今年のといいますか、今後のアメリカどうなっていくかと。そうですね、それで、バイデンさんの一挙手一投足に僕も一生懸命注目しているんですが、まず一番僕が引っかかっているのはですね、日米インドオーストラリア、クアッドの、クアッドロですね、これはもうその自由で開かれた、これは安倍さんがもともとおっしゃって、自由で開かれたという、これがキャッチコピーだったわけですけど、インド太平洋構想、インド太平洋構想、これがトランプさんもこれを引用して、自由で開かれたインド太平洋構想、でこれはまさにその中国の不自由で閉ざされた、そういう独裁国家をに対する対抗するものとして今まで作ってきたんですね。でこれについてバイデンさんは演説の中で、自由で開かれたっていう言葉を使わなかったんですよ。確か僕の記憶では、安全で、安全で豊かなだったかな、そういった言葉を使ってるんですよ、表現としてはね。表現として、これは対中政策を十分緩和してきますよ、
自由で開かれたっていう言葉を使えば中国さん頭痛いでしょと、気分悪いでしょと、はい、自分とこは不自由で、閉ざされてますからねと、独裁国家ですからね、独裁国家でも、一生懸命締め付ければ平和にもなるし、豊かにもなりますよね。だから平和と豊か安全っていうのは、独裁国家にとっては痛くも痒くもない言葉なんですよ。嫌なのが自由って言葉なんですね。自由が大嫌いですか彼らは、だからその言葉を使うのはもうやめますよというメッセージに聞こえたので、大丈夫かバイデンと、いやーダメですね。もしバイデンになったら本当あれですね、僕はもうまだトランプさんの逆転を実は信じてるんですよね。いやもう焦ってですけどね、もう、あと1日なんですよね。では続いての、北村さんの注目テーマとしてはこちらですね。2番目は、はい、中国共産党の人権問題、これにつきまして最近北村さんがツイッターでこのようにつぶやかれていらっしゃいます。どうぞ拝見しましょう。1月17日のご発言ですが、ナチスより巧妙で残忍な国との取引は悪魔の所業である。これだけ見るとなんか頭おかしいみたいな、ね、いや決してそんなその前提をその次に出してくださいね。記事を読まなければいけませんね、はいはいはい、これはですね、産経新聞の1月15日の報道を受けて北村さんがこうつぶやかれていらっしゃるということで、はい、これをちょっと読ませていただきますね。産経新聞の記事によりますと、アメリカの中国問題に関する超党派の連邦議会行政府委員会 CECC は14日に公表した2020年の年次報告書で、中国当局が新疆ウイグル自治区のウイグル民族などイスラム教徒の少数民族に対し国際法上の犯罪に相当するジェノサイド、民族大量虐殺を実施している可能性があると指摘しました。報告書はこの1年間で自治区内での大量虐殺を含む人道に対する罪の証拠が浮上したと指摘し、アメリカ政府に対して自治区内でのウイグル民族などへの弾圧をジェノサイドであると公式に認定するよう促しました。国務省はポンペオ国務長官の指示でジェノサイド認定するかどうかについて検討を進めているとされ、トランプ大統領の任期が切れる20日までに認定に踏み切られるかが注目されていますということなんですが、報告書にはですね、このような指摘があるそうです。どうぞ。CECC の2020年年次報告書です。ウイグル族、カザフ族、キルギス族など180万人がすでに施設に収容されている。これね、自主的に入っていったって嘘ついてるんですよね、中国は。恐ろしいですよ、自分から、うん、強制収容じゃないって言ってるの、そんなわけねえだろうって話、誰が自分で入れね、嘘つくなって話です。でこの強制、そこでは強制労働に加え拷問や政治強化を受けている、まあ、一種の洗脳教育に近いものですかね、家族や文化、宗教的信仰心の破壊を目的に避妊手術や三次制限を組織的な政策として強制している証拠が新たに浮上、アメリカ政府にジェノサイド認定と自治区住民の監視に利用される顔認証システムや人工知能技術に関する輸出規制を設けるよう要請と。そうなんです。でこれね、もちろんアメリカの CCC が全て真実を言ってるとは、それは客観的にはね、必ずそう言えるとは言えない。ただですね、はいはい、重要なことはそのヒトラーがユダヤ人を、まあ、大量虐殺してる時も、そういう情報はあったんですよね、はいはい、でも、みんな、まあ、人のことだからなのかよく分かりませんけど、周辺諸国はむしろ日本は、まあ、ドイツとの同盟まで結んでいたと、で結局たまたまドイツが戦争していて、戦争に負けたからユダヤ人は解放されたんですよ、はい、もしあれ、はい、そういう状況になければ、中国のように巧妙にね、いろんな国にお金を配り、経済的な恩恵をもたらし、政治家にはどん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 キックバックをして、口を封じてね、もう親中派をどん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 世界各国に作っていけば、永久に発覚しないかもしれないんですよ。でまともな国だったら、これだけの疑惑を突きつけられたらですね、私ならですよ、冗談じゃないと、はい、うちの国はそんなことしてませんと、どんどんその調査団をうちの国に送り込んでくださいと、受け入れてね、ウイグル族の皆さんに調査、その直接取材してくださいと、全部調べてください、うちの国はもう全く真っ白ですからと、はい、私なら言いますよ、一切言わないでしょ、どんなその疑惑を突きつけられても、そんなのは嘘だと言うだけでしょ、
ちなみにこのツイートした時ですね、私に対して、はい、複数の、そんなフェイクニュースを撒き散らすなという、リプライが来ました、で感じとしてですけど、うん、あこれ中国系だなっていうのはあったんですよ、うん、でその時に私が推測したのは、はい、なるほどねと、うん、ツイッターを一生懸命監視してるな、中国共産党は、で不都合なことがあるとこんなフェイクニュース撒き散らすなというのを一生懸命撒き散らしてんだろうな、一生懸命それを薄めようとし努力してるんだろうな、お金と中国はツイッターによる世論誘導もしてるっていう噂がありますね、はいはい、ものすごい数の人を動員してですね、まあ、ツイッターってやっぱり結構数の勝負とかありますからね、そういうものを感じましたね、はい、これについて20日には辞任するポンペオ国務長官がこんなツイートをしているそうですが、ポンペオ長官のそのツイートも見てみましょうか、どうぞ、日本語訳が付されてますね、はい、私たちは新疆ウイグル自治区での恐ろしい虐待を暴露することで世界をリードしました。 CCP 職員に制裁を課し、強制労働で作られた製品の輸入を停止しました。世界が目をそらすとアメリカは声を上げて行動します、うん、いや本当に、ね、目をそらしてるんですよ、うん、日本も。ただアメリカの多くのいくつかの企業もですね、うん、このウイグル人の強制労働を使って、安い労働者を使って、工場を回しているというそういう情報もありますよね、はい、日本の企業もいくつか噂があります。加担してしまってるのがね、うん、だからね、まあ、先ほどまた話戻りますけど、うん、そういうその企業にとってはですね、はい、やっぱりトランプ政権厄介なんですよ、うん、厄介ですね、確かに、うん、まさしくね、うん、目をつぶっとけよそこはというところに目をつぶってませんからね。そう、だから徹底的に潰す必要があるのかもしれないですね、彼らにとってはもしかしたらね、はい、そして北村さんがご注目の重大ニュース最後がこちらですね、はい、日本国内の問題ですが、進まない憲法改正ということで、昨年国会での出来事に北村さんが激怒してらっしゃったという、それはこちらでございます、どうぞ。あ、この方のね、憲法審査会は定例日が決められてるが、他の委員会では定例日が決められていても法案審査後はほとんど開かれてない、うん、だからもう、審議なんかしないんだという趣旨の発言だったんですよ、何を言ってんだと、もうね、あなたには、はい、我々が一生懸命働いて納めた税金のうち約1億円が投入されてんですよ、一人当たりと、一人当たり1億円の税金をもらってる人たちが、その憲法については審議をしない、はい、議論はしない、そんな議論、この次私のツイートを見ましたっけ、はい、北村さんのその怒りに満ちたツイートをご覧ください、うん、どうぞ。議論を嫌がる議員はおやめなさい、国費の無駄、うん、昨年11月27日付の、はい、本当に無駄なんですよ、はい、うん、これね、憲法改正嫌だっていうのは一つの考えだから、ああそれ議論で、その説得力がある議論をしなさいっていう話なんですよ、はい、今回コロナ禍で緊急事態条項もない日本の日本国憲法のね、その脆弱さというか不完全さがもう明らかになってるんですよ、まざまざと、ね、うん、でもちろんそれだけじゃないですよ、この間の確か、ニュースではこういうのありましたね、那覇の沖縄の、自衛隊駐屯地の、うん、新成人を迎えた隊員の方々に対して、那覇市長が、祝辞を述べたり、あるいは沖縄のさまざまな首長さんたちが、お祝いのメッセージをというそういう報道がありました、はい、ところがその報道を見ると、過去そもそもですよ、自衛隊の駐屯地の自衛隊員の人は、沖縄の各地で行われる成人式に出席しては困るとか、出席を拒否したというのは歴史が過去あったんですね、はい、とんでもないんです。あるいは自衛隊の方々について、その住民票の移転を拒む自治体があったり、それが沖縄の過去の実態だったんですよ。ところが、まあ自衛隊の長年の努力によってそこまで今改善してきたんですけども、その眼鏡になっているのがやっぱり憲法9条、そしてそこから生まれた自衛隊違憲論なんですね、はい、でそんなものをいつまで放っとくんだというのは、まあ、あるんですけど、それに反対だったら議論しなさいよと、なぜその
自衛隊を憲法に明記してはいけないのか、あるいは緊急事態条項がなぜ必要ないのか、ということを議論すらしない、つまり議論したら絶対負けるって分かってるんですよ、うん、つまり自分たちの議論に説得力がないと分かってる人たちっていうのは、議論を避けたり、まあ、論点をすり替える、うん、はい、それがあの国費1億円を投入されてる議員の姿なんですよね、頭です僕は、うん、審査会すら開かせないというのはね、百田さんもぜひ一言お願いしたいんですが、まあ、今は北村先生はね、まあ、辻元さんを代表する、まあ、野党議員に対して言ったと思うんですが、まあ、だけじゃないですよ、私はあえてこう、はい、与党議員にも言いたいですね、例えば憲法審査会、これはね、野党は全く参加しようとしません、はい、ところはね、うん、野党参加しなくてもね、うん、与党だけでできるんです。やろうと思えば、ね、やろうと思えばできるんです。あの、うん、分かった。あのお前らも参加したくなかったら参加せんでもいいと。うん、わしらだけ開くから、もう欠席は自由だから やるでってやっていいんです。はい、ところね、与党議員はそれ怖がってやらないんです。うんうん、それやったらまたメディアに叩かれるとか、そんなこと招集かけたら俺次の選挙で落ちるかもしれんけど叩かれて、メディアとテレビとかで新聞叩かれて、これが怖がってやらないんです、もうひどいですよこれ、あのね、あのこれはもう憲法審査会はもう過半数取れて、実際にね、国会での憲法改正はこれ3分の2取らなきゃいけませんけど、これ憲法審査会は一応過半数でいいからこれやれるんです、とかそれを怖がってやらないんです、自民党の議員は、まあ、アホかと言いますよね、与党側も一種それを言い訳にして、はい、でさらにね、あのこれ議員、あの議論も非常に大事なんですが、あの議論もこれ国会議員としてすっごい大事でもね、国会議員の一番の本職は何かというと立法なんですね、立法府なんです、はい、国会はね、だから、つまり法律を作る、つまり法律を作るということは法案を出す、法案を提出とかね、与党議員も、はい、もう誰も法案なんか出さないんですよ、何してんねんということですよ、はい、もうツイッターばっかりで好きなことから言うとる議員もたくさんいるんですけどね、お前の仕事ツイッター書くんちゃうやろと、はい、国会で法案を通して議論をすることがもう国会議員やと、根本はね、はい、もう何にも忘れてね、もうテレビ出たりツイッターしたりね、もうね、わけのわからんことで発言する、そんなことはいいね、国会で発言して、そして法案を作れと、もうちゃんと普通の本来の仕事をやれと言いたいですね、もう位置にかかってね、はい、そこにつきますよね、ということで、後半の火曜特集は北村弁護士が考える2021年の世界と日本と題してテーマ3つ絞らせていただきましてお届けしました。北村さんお疲れ様でした、はい、さあもうお時間の都合上最後の話題にどうやらなりそうですけど、百田さんもしお気になるところで、しょうもない、しょうもない19番、しょうもない、あ、これですか、はい、はい、あ、これはね、なんだかネット上でも随分話題になっているようでしたが、鼻出しマスクで失格の40代、40代だったんですか、はい、受験生トイレにこもり警察出動とありますが、最後に深入りまいりましょう、毎日新聞の記事によりますと、16日と17日に実施された大学入学共通テストで、鼻をマスクで覆うように試験監督者から何度も注意を受けながら指示に従わず失格となった受験生が、失格を告げられた後会場内のトイレに立てこもり警察に退去させられていたことが文部科学省関係者への取材で判明しました。